よし、テラリアマスターモード、全アイテムコンプ展示目指して続きやっていきましょう。今回はパンプキンムーンを、フルコンプしていきたいと思います。まもなく時間ですね。早速行きましょう。よいしょ。ザコどもを潰しながら今回の目標を設定していきましょう。まず武器はもう前回のパンプキンムーン会でコンプしてるんで、まずはトルフィーですね。モーニングウッドとパンプキングのトルフィー、あとはバナー、残り3種類ポルターガイスト残り2枚、ヘルハウンド残り1枚、あとはレアザコの、ちょっと待って、ファイナルウェーブやべえなこれ。いや、こんなんトルフィー速攻集まるやろ。やばい。ちょっと一回取ろう。やーばいなこれ。何が何だかもう分かりません。もう本当に何が何だか、もうボスよりザコが欲しいんですよね。ちょっとこれ時間がもったいねえわ。一回抜けます。でもう一回やってザコと戦った方がいいわ。ヘルハウンド1枚、ヘッドレスホースマンがまだ0枚なんであと3枚んで、そのヘッドレスホースマンが落とす衣装、ジャック・オーランタンマスク、これが多分一番きついんじゃないかな。これ以外は難なく集まると思います。はぁ、終わった。あ、これか、これ。いや、コメントで教えてもらったんですよ。必死こいてハロウィンに間に合うようにやってたんですけど、15ウェーブまで行ったらハロウィンになるらしいですね。知りませんでした。そしてトルフィーなんかあっという間に集まっちゃいましたね。はい、現状こんな感じですね。勝手が分かったんで、もうボス2体には用なしなんで、ヘッドレスホースマンたちに、スポットを当てて攻略していきたいと思います。じゃあ夜まで待機。よっしゃ、7時半だ。やろう。もう拠点でやった方が早いわ。さあ、こっからヘッドレスホースマンマラソンと行きましょうか。まだ46匹目47。はい、これで15ウェーブ到達なんで、もうボスには用はないと。これでもう一回メダルを使う。この作戦で、ヘッドレスホースマンのバナーとジャック・オーランタンマスクゲットしていきたいと思います。お、1枚目ヘッドレスホースマンバナーゲット。あと2枚。ここまでで今30分ぐらいなんで、2時間ありゃいけるんじゃないかな。この調子でどんどんマラソンしていきましょう。お、ボルターガイスト3枚目ゲット。よし、あとはマジでヘッドレスホースマンだけだ。あ、出た、ジャック・オーランタンマスク。あとはバナーだけだ。楽勝でしたな。よし、今夜がラストになるかな。よいしょ。うわー、しまった。ヘッドレスホースマン3枚ゲット。よし、全部コンプリートしたぞ。さあ、フルコンプはしましたが、おまけでせっかくなんでファイナルウェーブまで行って何ポイントいけるかやってみますか。7時半ぴったり。OK、 ファイナルウェーブまで行きました。あとはこのまま何ポイントまでいけるかやってみましょう。ラスト10秒。5、4、3、2、1。 OK、 15000Xポイントやったな。すごいことになってる。この辺も回収しとくか。よし、整理も終わったんで今日の展示パート行きましょう。じゃあまずバナーから行きましょう。ヘッドレスホースマン、ヘルハウンド、ポルターガイスト、オーケー。これでパンプキンムーンのバナーはコンプリートです。次は衣装かな。
無事手に入りました。ジャックオーランタンマスク。オッケー。じゃあ最後、トロフィー行きましょうか。まずは、モーニングウッド。最後、パンプキングウッド。オッケー。これで無事、パンプキンムーンフルコンプと。よし。じゃあ今回は、パンプキンムーンフルコンプの回でした。次回はこのまま、フロストムーンやってしまいましょう。バナートロフィーだけかな。武器はコンプしてるんで。じゃあもう夕方なんで、早速フロストムーンの収録に入りましょう。それでは、また次回ありがとうございました。